リズバーン伯爵は、イギリスの貴族、伯爵。アイルランド貴族爵位。リズバーン主爵を前身として、第四代、リズバーン主爵ウィルモット・ボーンが1776年に調されたことに始まる。一族のかつての邸宅である、トラウズ・ゴード・マンションリズバーン伯爵家のソジョン・ボーンは、カーディガンシャー選挙区選出の庶民議員を務めた、政治家であった。 彼は1695年にアイルランド貴族としてアントリム県におけるリズバーン施策及びティッペラリー県フェザードのフェザード男爵に助せられた。初代子爵の後は息子のジョンが爵位を承継した。二代子爵ジョンも父同様に庶民委員議員を務めた他、他カーディガンシャー党官を務めた。彼の後は弟及びその子ウィルモットの順で爵位は相続された。 四大赐尺ウィルモットは海軍本部委員や商務委員を務めた後、1776年7月18日にアイルランド貴族としてリズバーン伯爵に登る尺した。ただ、初代伯はこの助爵に不満があり、ポートランド港にたびたびグレートベリテン貴族爵位の助爵を求めたが、ついぞ叶うことはなく1800年に没すると、その息子ウィルモット、イボテー、ジョンの順で、 借位は継承された。三大白ンは、カーディガンボロ選挙区選出の庶民委員議員を務めた。その原尊にあたる七大白アーネストは、カーディガンシューチアンハ判事やウェールズ大学副学長を務めた。その孫にあたる九大白デイビッドが、現当主であり、2014年に借位を継承した。かつての一族の邸宅には、ウェールズ地方ケレディジョンに位置する、 トラウズ・ゴードマンションがあった。ただし、ボーン家は邸宅を手放したといえど、トラウズ・ゴードのかなりの土地を未だ有しているという。現当主である、第9代、リズバーン伯爵、デビット・ジョン・フランシス・マレット・ボーンは、以下の爵位を有する。主たる爵位と従属爵位たる子爵が同盟であるため、爵位の法定推定相続人は、ボーン子爵を儀礼称号として用いる。 爵位の推定相続人は、現当主の弟であるマイケル・ジョン・ウィルモット・ボーン閣下。推定相続人の法廷推定相続人は、その息子のエドワード・ウィルモット・マレット・ボーン。初代伯は、助爵がなければ、ポートランド公を支持しないとまで訴えたが、公爵がジョージ三世にその旨を奏上したと伝えると、老狽して、鳥なしを公爵に求めたという。 フェザードのスペリングに関しては出展によって表記に揺れがあるため療養を併記した。ありがとうございます。